一緒にカメラ見て。はい、ニコッとしてくださいね。もっと下向いた方がいいな。グッて。そう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 。はい、よろしいよ。そんじゃ、はい、二人で。これって、お母ちゃんさん。いいよ、好きな形にしていいよ。外国の方も、日本に住んでいらっしゃる外国の方もたくさんおります。そういった方に商品をより説明できるように英語の方を勉強しています。今後は英語コンパニオンの方を目指して頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さん、伊藤美22歳です。普段は、一応大学4年生とイベントコンパニオンをやっています。キャンペーンなども時々やっています。自分のアピールポイントとして、ところは、寄せればあるバストと、あとちょっとぼちゃっとしたほっぺたです。レースクイーンになりたい理由というものは、やはり女性にしかできないかけがえのない仕事だと思っています。あとテレビ等なので拝見していても、最近はレースクイーンさんの活躍がとても目覚ましいものなので、こちらの方に私も活躍していけたらと思っております。頑張りますので、よろしくお願いします。おはようございます。ビルミサードから。事務所に入ってからは2年ほど経つんですけれども、その間1年間は短大に通っていたので、仕事を始めるようになったのは昨年の4月ぐらいから仕事を頻繁にやらせていただくようになりました。で、レースクイーンにはもともと興味があったので、友人もちょっとレースクイーンをやっていたのもあって、写真集一番の魅力なんですけれども、その次にやっぱりお客様と直接今までよりもっと身近に触れ合えるっていうことがとても興味があります。あと阿部さんは、アシスタントをやらせていただいているんですが、それが2月の取りでもう最後になるので、契約のものがなくなるので、そのレッスンを契約取れたらなと思っています。ファーストラインから来ました、前三船由香と申します。23歳です。趣味は水泳と絵画です。夢が、2つあります。第一段階はレースクイーンになることと、あとは
ミルビサージュから参りました、リオと申します。二十歳です。現在、テレビ朝日の、深夜番組で、上岡龍太郎さんの番組で、レギュラー出演させていただきます。